今度好きな女の子とデートできることになったんだ。アンジュ5章でアドバイスください。マジで多分されて嬉しいこととか逆にやっちゃダメなこととかそこら辺わからんけど、人間として接すれば大丈夫なんじゃないか。普通に友達にしちゃいけないことをしなかったらいいと思うし、されて嬉しいこと、あ、頭ポンポンは引く人がいるらしいから気をつけた方がいいです。前だいぶ前話したよね、と友達うんってなったやつそうそう、だからちょっとなんか頭ポンポンワンチャン危ないのでやめて、なんか普通に楽しく過ごしたらいいんじゃないですか。わからないです、アンサーわかりません。されて嬉しいことわからん、頭ポンポンだけはマジでやばいと思う。そう、わからんそれ以上は何もわからん。デート多分しちゃいけないこと、そんな距離感をしっかりすることじゃない、触りすぎないとか。うん、私やっぱりなんだろう、まあ、男女関係なくだけどやっぱ触られるとうわーってなっちゃうから